悪を行った者は神の裁きを受けて永遠の地獄に入ります。どうか神に対する罪を悔い改めてキリストの救いに頼ってください。聖書の福音です。イエス・キリストは天から来られた神の一人子です。は私たちが地獄へ行くことはないように私たちの罪を負い身代わりになり十字架で死なれました。本当は¡Gracias!